14日、金曜日から開催される国内女子ツアーの日礼レディス。その主催者推薦選考会、マンデートーナメントが11日に行われた。4アンダーでトップ通過を果たしたのが大井出水木とキアルム、韓国。1打差の3位タイに入った森谷の東弘子、矢蓋梨花も出場権を獲得。さらに1打差の6位に西山ゆかり。 1ワンアンダーの7位タイに5人が並んだが、18番からのカウントバックによりつるせか月、予ヨ優ユ篠崎愛、表順子の本戦出場が決まった。表は今年2月に50歳を迎え、レギュラーツアーは今季初戦。45歳以上の選手が出場するレジェンズツアーの開幕戦、長崎桜レジェンズオープンで優勝を飾っている。